2月のお気に入りたちを紹介していきたいと思います。スキンケアとかファッション系の小物とか本とかお皿とかなんか便利アイテムとかを紹介していきたいと思います。まず一つ目はこちらのすごくちっちゃいバッグです。これはこの荷物の量だったらポッケに入れればいいやとか、この行き場所だったら荷物そんなにいらないやっていう時のポッケが服についてなかった時用のバッグです。ちょっとミンティア入れたいだけとか、ちょっと携帯入れたいだけなのに入れる場所がないっていうことが多くて、それでこのバッグを手に入れました。これはね、ここにぴったり携帯が入るんですね。これもう今気づいたけど絶対ミニだからな気がしてきた。中にこうやって上と下に入れる場所があって、こうやって上はね開けた時に落ちそうだからミンティアとか落としても大丈夫なものしか入れないんですけど、下にリップとハンドクリーム、私結構ハンドクリーム大事で、最近アルコール消毒が結構どこでもしなきゃいけないじゃないですか。そうするともう手がねすごい荒れるので、このちっちゃいサイズのハンドクリームを買ってます。これはねアベンヌっていうところのなんですけど、3つで売られてて、このね荷物を小さくしたい心を分かってくださっているなっていう商品なんですけど、敏感肌とかにもいいものなので全然荒れることなく、香りもそんな個性的でもなく、このちっちゃいサイズがいいなと思ってます。なんかハンドクリームみたいな紹介になっちゃったけど、このバッグお気に入り。色もね結構あってすごい迷ったんですけど、春だし白にしました。紐もね長めでこう服にかさばらない、ちょっと短いやつとか最近あるけど、これはちょうどいい長さでお気に入り。はい、次スキンケア。あんまりスキンケアの紹介は最近してなかったんですけど、このミノンのパックが大好きなんです。美白ミルクマスクっていうのは使ってて、乳液を顔につけて保湿する感じの浸透より閉じ込める型っていうのかな、すごいね肌荒れとシミを同時に予防する美白のマスク、ほんとザ乳液って感じで、すごい閉じ込め感があります。でこっちがなんか新発売で気になってた保湿マスクなんですけど、鼻とかおでことかはちょっとテカりやすかったりするので、混合肌って書いてあっていいなって思って買って、これはね化粧水をすごい浸透させるような感じの保湿マスクで、ニキビの元とかも解消してくれるもので、ミノンのパックは2つともお気に入りです。このピンクのやつでね、ここもピンクで乾燥肌向けのやつもあるので、よかったら試してみてください。パックは個包装になってるのが清潔感がよりあって好きなので、こういうのを買います。次これシカクリーム。これはもういろんな方がおすすめしてると思うんですけど、私この時期になるといつも花粉で肌荒れがひどくて、あーもうここもニキビできそうとか、あーかゆいなとかあったんですよ。すり込んで寝るとだいぶ落ち着いて感動しました。やっぱ歯科系はもういろんな商品出てると思うんですけど、あのリペアっていう伸ばすとベージュになる緑のクリームとかも持ってるんですけど、やっぱりニキビの元を立ってくれるのはこれな気がしてお気に入りです。多分薬局とかで買うよりネットで買った方が安くておすすめです。いつものスキンケアとかその時使ってるスキンケアにプラスして寝る前とかにやるのがおすすめです。次このおしゃれなお皿。これは SML 中目黒っていう陶器を販売しているお店で買いました。なんかねお皿好きで、ちゃんとこう作家さんの名前とかも書いてあって、すごくおしゃれな食器です。なんかおしゃれなお気に入りのお皿とかで食べると美味しさアップするような気がするのでおすすめです。丁寧に扱おうってなるよね。次無印良品のルイボスティーと黒豆茶の素みたいなやつ、お水にこうやって溶かすとルイボスティーになるんです。多分 300ml だからこんぐらい、ルイボスティー、私は飲み慣れてるのでルイボスティーの方が全然好きです。次こちら、たくさんインスタのストーリーに載せたんですけど、本をね
もともと読むの好きだったのに、なんか全然読んでなくて、久しぶりに読んだのがこちらです。名前探しの放課後っていう本なんですけど、すごいのよ。読み慣れてる人じゃないとこれをね読もうとは思わないんですけど、割と1週間経たずに読み切って、結構読みやすかった。タイムスリップものなんですけど、タイムスリップがねすごい短い。普通ドラマとか映画で聞くタイムスリップは何年前とか何時代とかが多いと思うんですけど、これは3ヶ月っていう短いタイムスリップで、別に元いた場所に戻らなくても普通に生きてればそんなに害のない、たったの3ヶ月っていう戻され度の中でクラスメートの自殺を止めていくっていうお話なんですけど、ネタバレしない程度に言うと、もう最後って感じなんだけど、でもそんなに難しくなくて、どういうことどういうことってなる感じじゃなくて、あ、そういうことってなるんだけど、そう、そこまででよかったの、その日は、読み終わった日は。だけどね、何日か経った今考えてみるとちょっとねがっかりっていうか、ここまで読んできたのは何だったのってなるなって思った。ネタバレしないで本をおすすめするっていうのはプロの方の仕事な気がする。すごい難しいけど、よかったら読んでみてください。最後まで見てくださってありがとうございました。ではまた、バイバーイバイバイバイ。バターをそのまま食べてるみたいらしくて、ああ確かにバターだ。